今日はですね、蜃気楼バザールというイベントのご案内でございます。過去20年余り電鉄大洲駅前で、開催してまいりました蜃気楼バザール、これは旧市街地のにぎわいを取り戻したいという有志のみんなでですね、行ってきたイベントです。もう20年も継続して、来れたのもですね、皆さんのおかげだというふうに思っております。今新たにこの新川文化ホールの芝生広場、ちょっと小さくて見えないんですけど、新川文化ホールの芝生広場で、このイベントを行うということになりました。魚津の電鉄大洲周辺というところから、発展的にこの新川文化ホールの方にですね、移動しまして、魚津だけではなく新川全体のこの活気の一つになることができればというふうに、私たち蜃気楼バザールの仲間もですね、今回の10月16日の初めてのバザールのイベントを楽しみに今準備を行っているところであります。特に特徴としてはですね、県内のミュージシャン、バンドの皆さん、アマチュアから、セミプロの方まで、この新川文化ホールの芝生広場に出演してもらえるという、そういうイベントにしてまいりたいというふうに思っています。過去20年間電鉄大洲駅前で行ってまいりましたが、だいたい7月からですね、毎月その年の11月まで毎月行ってきました。冬の間はね、ちょっと屋外での行事ということもありまして、12月から3月までは、お休みをさせていただいてるんですけども、4月から11月まで毎月20年余りにわたってこのイベントを開催してきたわけであります。今新たに新川文化ホールでこのイベントを継続していきますので、ぜひ皆さん楽しみにお待ちいただければというふうに思います。で、この新川文化ホールですね、非常に格調高い文化ホールではあるんですが、もう少しこの稼働率を上げたいという思いもあります。黒部のコラーレさんに比べるとですね、今一歩この特に平日ですね、稼働率が今一歩なんじゃないかな、そういった点もありまして、私たちがそのにぎわいをこの新川文化ホールで、作ることに、少しでもお役に立てればという気持ちもございます。ぜひですね、10月16日、新川文化ホールの芝生広場、10月16日新川文化ホールの芝生広場において、装いも新たな蜃気楼バザール、皆さんにおいでいただければ大変嬉しいです。第1回目ですんでね、まだ至らないところもあろうかと思いますけれども、回を重ねるごとに
この二課全体、盛り上げていきたいなというふうに考えておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。